今朝送検された荻野正美容疑者は昨日北広島市の共同住宅で管理人の男性を殺害しようと部屋に火をつけた疑いが持たれていますこの事件で男女2人の遺体が発見され死因はいずれも焼死でした荻野容疑者は共同住宅の2階に住んでいて管理人を殺そうと思って火をつけたと話していることが新たに分かりました共同住宅には15人が入居していて 管理人の男性とは連絡が取れていません。警察が動機などについて調べを進めています。